4番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い線展示ブロックまでお下がりください。 The train is arriving soon. For your safety, please stand behind the yellow line.今からね、どこ行くんだったかね九州の方行くんだけども、本間はね、今回は、まあ前も言ったらカメラ倒れたら、カメラ固定するのはするぞってからね、まあ、そこの話はどうでもいいんだけど、本間は前も言ったけど、なんかね、四日市の貨物列車と、それから清須の方でね、清須駅の方で行ったって、貨物列車取っちゃろうかような感じはね、ここらで貨物列車取ったきゃいたいって桃太郎しか走っちゃおらんけね、まあ、桃太郎なんかどうでもいいけ自他違うのをね、身をもたね、よそまで、ね、やっぱり遠いところまで行かなきゃいけないね。ほったら今回はその企画なんじゃけども、今ちょっとねこれ下りよるのは何でか言ったらね、明日貨物列車のね、北九の貨物ターミナルの開業20周年いうのね、まあ、知っとっても知っとってじゃろうけど、あれをが明日あるけいうことでね、日曜日なんだけどね、11月の19日の日曜日にあるということで、まあ、それを見てから、まあ、四日市の方に登ろうかいう感じで、あれがなかったら、まあ、スーッとあっちの方行っとるか、いや本来今日はね友達と麻雀やる予定だったんだけどね本間はね、まあ、今夜からね、今夜のうちに集まってから、弟の家集まって、弟はね、まあ、うちの弟、普通の一般の家庭なんだけども、なんかしらけど全自動宅持っとるけね、ほいで、まあ、そこで麻雀紹介予定じゃったんだけども、まあ、メールが来てからね、貨物列車、北九の貨物列車開業20周年いうことでやるけ言うんで、いうのが来たけ、おいじゃちょっとこれ行こうか言うてね、悪いけどもう今日麻雀行かれんわような感じなってからね、ほいでまあ行くことにしたい。それで、まあね、最初はね、天気が良かったよな、それはわしの中で良かった、雨が降っとって、わしは雨が好きだけど、ね、雨の中ドライブできるから、今日は全然予定がないけどね、ほんで、まあ、新駅を取りながら、ね、まあ、これ、ブラブラ、新駅じゃないんだけどもね、まあ、チェックインしながらね、もう、ここらはもう何回も走っとく、ほんで、この、まあ、監督専用ね、これね、ここはまあ、わし前はね、トラックの運転手やるわけだけね、もう何回も何百回な、もう通ったところなんですけどね、もう監督さんに走る姿って1回か2回ぐらいしか見たことない。いよいよ走らんよ、あの監督さんよな。いよいよ BS が少ない。本人の話しようったんだ、マージャンの話しようったんだ。まあ、マージャンもね、マージャンやろうまたいつでもできるけど、ちょっともう今回こらえてくれや、いうことで、貨物列車の、北九の貨物ターミナルの、ね、開業20周年、この間しょっちゅうやったらあれじゃないけね、あの時もう麻雀なんかいつでも行けるんだっけ、ちょっと今回来られてくれやいうことで、これで、そう、雨の話しようって、出る時は雨が降っとったんでね、この時は天気で思っとってからね、車中泊にいるものとか道具とかね、もう、さで込んでからね、もう布団敷く暇もなかったしね、暇はあっても雨なんかやりとはないけど、ね、
うん、ほいでまあ走りよったらもうすぐよね、もうほんますぐあの天気が回復しやがってからね、うん、ほいで昼になったけまああの昼いてももう1時過ぎたんかね、うん、なんか止まって食うのがあんまり好きじゃないけどね、昼はね走りながら食えるもん、食いながら走れるもん、おー食おう思うて、まあ前も言うたかもしれんけど、もうわしは大体サンドイッチともう結びがついる感じだけど、うん、走りながら食えるもん言うたらね、うん、いやもう止まってゆっくり食うんだったら、まあ言うても UFO かどん兵衛になるんだろうけど、しょっちゅうしたって同じことなんだけども、うん、結びもなかなかね、ちょっといろんなバリエーションがあってね、迷うっていうかね、うん、どれにしようかなって感じ。ここで結局なんか普通の なんかオーソドックスだ。ほいでまあね、あの布団を敷いてからまあ今から動こうかいうような感じでね、ほい、うん、で今からたちまち何しに行くか言ったら、まあ九州の方の、新駅を取ってから、北九の貨物ターミナルの近くのコインパーキングの車止めて今日は寝るというような段取りでね、ほい、うん、で、布団敷いて、ほい、で、ね、タオルやら着替えやらパンツやら、持ってきたやつをね、もう出るとき雨降っとったけね、さっき見てもらったように、もう濡れちゃいけないけど、パッ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 パ今のうちにちょっとね、整理整頓でちょっとあれね、まあ、ちょっと綺麗にしようかいうような感じで、ね、綺麗にしといてから、これでまあ今から結びやら、さっき凍った結びやら、サンドイッチかじりながら、ね、九州方面行くというような感じで、もう、まあほんま。いいかね、もうなんかもうなんか毎回毎回やっとくのと同じような感じになってきたんで、はい、ここももう何度となく通ったところをここからもう2号線のね、これねもう豊富とちょっと先の方のね、大道いうところなんちゃうけど、あまあええって聞かんね、ほい、うん、でまあこれ危ないでか、昔のね、わしが子供の頃でもないかな、危ないでか、見ながらね、まあ、運転して、ほんで、ここがね、関門通ってるところなんだけどね、まあ、なんかもうね、毎回、大体まあ出発する航空機だら、大体、まあ、下るか上るかしかないよね。めったにそのね、もう島根鳥取方面を北上するようなことは用事もないしね、あっこらもね、いやないことはないんだけどね、ないことはないんだけど、まあね、行ったところでもう近所だけね、まあっこらいたらね、もうは一泊か二泊くらいでも帰ってくるようなところだけね、近いところだけね、そがね、車中泊でどうのこうの企画組んでどうのこうの言わなところでもないしね、それだけだよ、まあ広島のね、五日市からね、どっかへ出る言ったら北に向かうか西に向かうか東に向かうか南はないけね、うん、なんじゃけども、北に行くこともまあないね、まあ、今度は雨土かなんかもうちょっと企画組んでやっちゃろうか言うならあるんじゃけども、いやそれやったけ言うたいて別に、ね、もう下手したら日帰りで帰ってこれるような距離じゃっけね、あこらなんか、そらまあまあじっくりやろう思うたらね、そら1泊か2泊かでそりゃええんじゃろうけど、いちいちもカメラ回して動画撮ってどうのこうのようなことはなしね、どうせならね、もっとね、東じゃ西じゃとか言ってからね、やった方がね、でまあ、本来なら、まあ、さっきも言ったように、まあね、まあ、今回は、まあ、四日市、名古屋が中心なので、名古屋の方の、ね、地下鉄を通る、地下鉄の新駅をもう通るような感じで、ね、
またね、この地下鉄がね、またややこしいよね。あの新駅通るのに、ね、いや、わしのスマホがボロいかどうか知らんけどね、地下鉄によっちゃね、GPS が届かんだからね。これで、だけど地下鉄なんかもう余裕車でやれなきゃいけんのよね。これで前も言ったかもしれんけど、地下鉄があるようなところでもやっぱり都市じゃけえね、車が混むよね。車が多いし、こまにしてもゴミゴミしたところですね。ああそこね、GPS が届かんわ、新駅は取れんわやけど、やっぱ車でやるしかないなればね、地下鉄でいうのに。ここまでったら地下鉄乗ってね、あの前ね、あの沖縄行った時、沖縄の帰りにね、福岡の地下鉄、あれはね、どうにかこうにかね、GPS が届いたけね、その時あれ地下鉄乗りたからね、新駅取れたんだけどもね、前ね、千葉に行った時もそうだ、慣れたりね、フィリピン行った時もそうなんだけども、あの総武線乗ってからね、総武線で新駅通ったからね、あれがね、どういう感じかね、とりあえずそのここへ行くのは大竹駅、これ何線よかちょっと知らんのですけどねとりあえず今映ってる分だけ残っとるけ、あれを新駅券はもう取って、まあ、残ってるけど、まあ、他にもネット残ってるけどね、これで大竹、小竹言うかね、大竹か小竹か、これがね、また日本語難しいところだね、大竹言うて読むか小竹言うて読むか、ちょっとまあ今から出てくるけどもね、何の話しようかね、中央総武線の話しようか、総武線で、こっちから行ったら、なんかね、品川の駅を過ぎたあたりからね、地下鉄じゃないのに地下に潜るよね。ここで、新橋じゃ東京じゃ東京駅じゃいうのは地下になるよね、地下ホームになるよね、あの総武線なんかはね、地下鉄でもないのね。ここでこれがまた今度日本橋じゃ白露町じゃいうところ経由して、今度は錦糸町の方まで潜るのかね、錦糸町の方でやっと上に上がるんじゃとか、ちょっと仕事ったらごめんね、なんか知らんけどね、あくは地下鉄でもないのに総武線なんかで、ね、この品川の先から地下へ潜って、この時なんよね、あの暴露町じゃ新日本橋じゃいうのはね、 GPS が飛ぶから、やっぱ私の携帯が安物だけかどうか知らんけどね、俺はそいやほんまこれでね、なんかいや俺もうちょっとエースの方に変えたらね、ちゃんと GPS が地下鉄まで届くのかどうかはしょうがないかなって、これでね、なんかiPhone なんかはすごい性能がええ言うて言うけども、この間ネットで見たらね、 iPhone の 15かなんかあるんかね、14か15か知らんけど、 iPhone15 のプロかなんかやったら見たら30万ぐらいいうのもあるわね、あれ小竹言うんか、小竹じゃね、小竹の駅、まあこっから引き取りスタート紹介みたいな感じだね。iPhone やな、なんであれが高いんかね、わしのパソコンより高いだからね、ほんま。で、それね、だけそれ凍ったらね、もうどかな深い地下鉄まで、地下まで潜ってもね、GPS が届くんじゃったら買うけども、さだかじゃないじゃん、金は出したわ、映画は、新駅は取れんわ、じゃことにならんけ。じゃけ、うちの周りにそれね、教えてくれる詳しい人もおらんし、ネットで調べても、ね、ようわからんのばっかりですね。これでまたこの駅来たらね、最近また変な歌が流れててからね、あ鶴田浩二かなんかの歌じゃ思うんだけどね、鶴田浩二の声に用意してるんだけど、鶴田浩二で右翼かなんか来たんかな思ったらそうでもないしねこれで、ここの駅来たらね、なんか別にね、新駅取るのにね、ここ駅に来る必要はないんだけども、まあ、せっかくだけね、一発目だけはまあちょっと駅がどかなもんかね、見たいいうのもあってからね、せっかくだけこれで来たら、その電車が来そうな雰囲気だったけ、とりあえず入場券買う前にはちょっと来ようかと、これが JR だったよね、確かこれはね、まあ博多まで行くんだけど、これがね、なかなか田舎の駅、もうこの辺と地下が全くないけどね、さっぱり福北豊か線小竹が行ったら博多へ向かう、
まあしかしほんまね、駅メモのね、地下鉄を通るのはね、もう厄介だよ、ほんまに。わし、今までね、前も言ったかもしれんけどね、2万円ぐらいの安物を使いようったんだけどね、まあ、今回はちょっと奮発してからね、今回はもう、1年ぐらい経ったんだけどね。ありがとうございます。無人駅なのに入場券を打ってあるのよう分からんよね、ほんま。ほいで、まあ、ここらのね、そうそうそう、新駅チェックインしながら、まあ、最終的には北急のコインパーキングで寝ると、明日はね、あの貨物列車20周年の、イベントがあるんで、まあ、それ見るということでね。わしのスマホで5万円ぐらいのね、アンドロイドのね、シャープのね、センス7いうやつなんだけどね、5万円もね、そう安いスマホじゃ思わんけどね、これがまた性能が悪いな、ほんま、もうさ、腐るシャープのほんま、スマホをもうしょっちゅうフリーズするしね、オンラインゲームでね、将棋なんかやるんだけどね、もう途中でフリーズしたら困るよね、もう。あれがね、こういう時はね、iPhone みたいな高いのね、高い性能の、ね、スマホを買ったらそういうのがなくなってスムーズにできるのかどうかのわしもにはわからんし、金は出した方がええが、今までと言うと変わらんわ、じゃあもう話にならんけえねえ、だけね、困るよね、うん、でもここもう真っ暗で、もう何の駅かわからんけども、今見たらイートだよって出た時、ここはイートだよ。ここももう無人駅なんよね。ここまた無人駅でね、ほいで入場券売っとんかなと思ったら、ここは売っとらんね。あれがよくわからんね、これ。これも JR じゃ思うんだけどね、これ違うかね、JR じゃないかね。うん。ほいでもう、これもうね、これも、なかなか、ええ味出した田舎の駅でからね、うん、まあ、こうやってまあ、とりあえず風景だけでも撮ってね、言ったら、人がおるよ。びっくりしたよ、これ。もう静かに人がおること。若いのがね、2人か3人ぐらいおったよ、ね。これでまあね、まあ、駅を取りながら、まあ、風呂屋でも行こうかなということで、最初ね、まあ、前も行ったことのある、なんか関門トンネルの近くにあるね、あの安い風呂屋を行こうか思ったんですけどね、そこからまたね、小倉の方まで戻ってくるのめんどくさいけどね、もうどっか小倉の方へ行く、走る間に、どっかないかなと思ってね、うん、例によって Google マップで探してから、それでまあ安い店がね、あってからも、まあ、それで、今から行くんかね、もうほんまね、これね、もうただのこれどこかわからないのはね、別にあの道に迷うという意味じゃなしに、あのもう Google マップに従って行きょるけどね、もうこれ地理的なもんがさっぱりわからないという意味だからね、うん、まだ北九までは行っとらんと思うんだけどね、これどの辺なんかね、ほんまでもさっぱりわからない、これ Google マップで調べた風呂屋がここなんよ。ほいで、まあ、ここで風呂入ってからね、まあ、北九のコインパーキング行こうかいうような感じでからね。この風呂屋がね、また面白い風呂屋でからね。ドリフの大爆笑に出てきそうな、もう昔ながらの昭和のね、バンダイに座っとるおっさんなんかね、もう普通に、更衣室というかね、脱衣場よね、男湯、女、これ何を見せるか、ちょっと今見るかだけども、神田湯よ、神田湯、昔ながらのほんまに昭和の、もうこれで脱衣場よ、お金取るおっさんが、女風呂も男風呂も普通に見れるような昔ながらの風呂屋よ。
まあね、こういうようなところに若い女の人は来んじゃろうけどね、どうせ来るでたら、うん、バーバーばっかり来るんじゃろうけども、うん、なかなかね、このところでも若い女の人は来ないね。もう丸見えじゃもんね、バンダイの人から見たね。バンダイの お金集める人はね、あもう普通の男で、おっさんだよね。ほいでまあ、今から、北急のフロアで、北急のフロアじゃないわ、北急のコインパーキングで、まあ、うん、いつも通り、酒飲んで、まあ、車中泊しましょうか、いろいろ。まあ、しかしね、ほんまね、うん、もうこっから先はね、もう毎回同じような光景よね、もうほんま。ただもう、寝る場所が違うよだけでね。飲む酒も一緒だし、食うもんも一緒だし、もうテレビ見る、今回何見るかね、弁慶の続きかなんか見るかね、ちょっと忘れたけども。まあもう、ほんま。同じような光景ばっかりだからね、もう面白い。喋ることもないんだけども、こんなにバカに。ほんまはね、青森とかね、北海道の方行きたかったんだけども、なかなかちょっと足も忙しいですからね、沖縄行った時の動画も編集せんにはいけんしね、ずっと家開けとくわけにもいかんし、これでまたね、またこの今回のね、四国じゃないわ、四日市名古屋の、まあ、がメインの、ね、車中泊なんだけども、これが終わったら今度はこれが終わってからまあね、今度は鹿児島の方に、ね、九州を全部制覇しようということで、まあ、さっきも言ったかもしれんけども行こうか思いよったんだけど、このね、車中泊の名古屋の方でちょっとしたトラブルがあったね。またその時にも言うけども、それでもういろいろごちゃごちゃ言うやらねえけんことあってからね、なかなかね、なかなかそのまとまって遠くへ出るようなことがね、難しいよね。まあね、この今から寒くなるし、冬のね、あれでわざわざね、北海道の方行くのもどうかと思うし、その時まあ寒い時は南の方へ行って、ぬくなったら今度、まあ、こうぬくなったら北の方へ行くみたいなね、まあね、雪が降る中で車中泊するのもなかなかまあ面白いとは思うんだけども、いかんせん車でね、カーフェリーであっち渡って、やれ天候が悪いんでカーフェリー走らせませんみたいなことがあるかどうか知らんけども、もしそうなった時帰ってこれんけんね、北海道の方からね。カーフェリーがなかったら僕は車がもうどうにもならんもんね。あと北海道を置いたまま新幹線で帰るわけにもいかんし、誰か預かってくれるんだ、たまにそんな人おらんじゃろしね。おじがまあね、東北のね、青森とかね、岩手とかあっちの方だったらまだ陸続きじゃけ、チェーンさえ巻きゃなんとか帰れるじゃろうみたいな、ね、のはあるけん、まあ、青森で今回我慢しようかなみたいなね、考え方もあったんだけども、よう考えてみりゃ、わざわざね、寒い時に北に行くこともないな、思ってね、行かなきゃいけないところもあるしね。もうだったらまあ、今回ね、もう冬になるんだったらまあ、
おじゃ南の方行こうやいうことですね。先ね鹿児島とかそっちの方の、まあ駅名もでねそっちの方を、コンプリートするというようなことに、いうようなことにしようかは思ってからね。大納言の姫君を母として生まれたやんごとなき羊という国だ。あ、弁慶だね、弁慶。これもまあね、NHK で昔あった。これはわしがほんまに、これもわしが小学生の頃も何年生かね、もう10歳ぐらいの時のね、30年もっとなるね、35年40年近いね、これもね。はあ、中村吉右衛門さんの NHK だった武蔵坊弁慶。あの人ももうね亡くなったけどもね、武蔵坊弁慶なんかね、これもうほんま、どう言ったらええんかね、もうほんまに実在しとったんかどうかもわからない、まあ、実在はしとったんだろうけど、まあ、これで言われとるのはそのね、もうなものすごい怪力の持ち主で、ものすごい力持ちじゃいうようなねあんで話があるけども、ほんまかーみたいなね、まあでもこれね、まあ歴史の勉強になるっていうかね、どういう流れでまあ兵士が滅んでいった、頼朝が息を吹き返していったみたいなね、まあ兵士を滅ぼしたのはほとんど弟に義経よね、兄貴の頼朝は鎌倉で鎌倉におって指図を出すぐらいなもんじゃったんで、じゃあ言うて、まあまあこの番組でね言おうけど、ほんまかどうか知らんそれはしゃ、いかんせんやっぱりね、昔のでも戦国時代よりももっと昔の話だけね、おいで、10時半か、もうほんま毎日毎日同じ光景で、これほんまにね、コンビニの弁当をつきながら、レモンサワー飲んで、まあ一杯目はビールで、まあこの時期になったらね、いやほんまはね、あのこの時期の涼しくなったらね、焼酎のお湯割りか、焼酎のお湯割りに梅干しをね入れてからね、梅干しをで箸でついて梅干しぐじぐじしてから、前も見せたかどうかちょっと忘れたけどね、そっちの方がいいんよ。ただね、もう湯沸かすのがめんどくさいしね、いやもうこれもめんどくさい、いやめんどくさいんよ、あのもう氷凍ってきてね、ああ1時過ぎて、あ歯磨きおる、明日は、さっきも言ったけど貨物列車のイベントを見てからね、ほいでまあそのまま登るというような予定でございます。さよなら。ご乗車ありがとうございました。